じゃあそろそろ大会始めまーす。で、はいはい、じゃあまず1回戦は、はい、謎の豪気さん、謎の豪気さんと、はい、あと NTT さん、はい。謎の豪気さんどこ行った？はいはい、謎の豪気さん。T さん。今回は、まず 1P2、まずじゃんけんして、で、1P2P 選択か、キャラ後出し券か選ぶっていう、まあ、一般的な 2on2 のあれで、うん。最初はグー、じゃん、どっち？ 2P。ってことはキャラ後出しがこっちになるんで、キャラ先に決定して、チュンリーで。はい。で、そのチュンリーに被せてもいいってことだよ。そう、まあまあ 1P で。まあ、そう登録した場合は、うん、はいはい。よし、じゃあ始めてください。はい、有識者の解説、はい。まあ、そういう時はモンタナさんに代わってもらおうが何だろうが、まあまあ、でも自分は大会とかやるんだったら、だからまあまあ練習がてら。はい、というわけで実況は、今まで感覚でプレイしてきたシローです。はい、じゃあ解説はシローさんで。クロキュラー、あんたこの状態で抱っこはねえから無理やから。ちょ、あんた、無理、よし。こっち配信してますよ。ニコ生しかなんか誰も見ないんで、うちとかでツイッチやっても誰も見ない。え、てかしょっちゅう一応出してる、ちょっと待って。あ、そうそう、ツイッターで、オートでツイートしてるから。配信してますよ。どいて。はい、というわけで始まりました。リュウチュンリーですね。さあ、リュウは何でしたっけ？V トリ2の当て身から EX ソフトがキャンセルできるようになったりしました。で、逆にチュンリーは抑戦脚の好調が長くなったりとかしていますね。さあ、ジャンプを動かしていって V トリが V バーガード、さあ、デコパンから中間波動をガードして、さあ、ダイヤパンパン、あー、ダイヤシがかかったに投げる、ダイヤパン、これで、はい。さあ、お互い様子見から球を一発打って、球をボリュームの方が大きいな。さあ、チュンリーが攻めていく、小さくしよう。さあ、ネコパンから VT 発動を EX 100列。さあ、画面端、しかしバックステで投げを受けて龍が前陣、ここに龍が1本ですね。しかしクロキュラ、あんたこの状況で抱っことはなかなかいい根性しとるな、お前。さあ、手心が落ちて、エゴパンは稼働して、そのままコパンから醤油まで。さあ、最後は立ちよけで落として、人慣れしてから物おじしなくなってきた。さあ、 PX 強襲ですね。やべ、名前もない、はい、正面から攻めていく、大パン、大足、しかし大返す、中パン、波動拳。さあ、V、クラガシ、コンボミス、さあ、これめっちゃ減らないやつ。さあ、どうなる、減らないけど、実際ちゃんと声が発動して、で、ティナチュンリー、さあ、有線客から。中段ガード、正面始まる。さあ、これは玉抜けいける？さあ、完璧に抜けてましたね。さあ、というわけで1本目は謎豪気の龍が勝利。謎豪気なのに龍。さあ、次、続いてですが、謎豪気側は豪気で、NTT さんが、NTT さんでミカですね。ミカは、なんか
シューティングピーチとかの判定が変わって、違うな、リディミカからのシューティングの判定が変わったり、してますね。他なんだっけ、結構で。あんま思い出せない。投げの威力が高くなかったか。あれ？え？そうそう、勝ち抜きで。ミサキじゃない。はい、失礼しました。ルール勘違いしておりました。勝ち抜きですこれ。さあ、セブンに角。しかしリクサードで入って V 取り発動。投げはグラップ。さあ、ダイヤシが。フラカンしてからミカのターン、耐久度としてリリー、しかし昇竜さあローケン、さあコパンからローケン、さあもう一度フラカンして言えない、さあナデシコが持ってさあ尻から入って、もう一回当たる。妙にこう隣ののじ合い台が盛り上がっております。いや、隣ののじ合い台が妙に盛り上がっておりますが、大会台の隣ののじ合い台ではリューナッシュというシーズン1かと思われるような組み合わせが繰り出されております。さあ試合戻って、さあリューがマイス2回通して投げる、さああっと勝利ミス、あっコンボミスる、さあなでしこ召喚投げる、さあ置き攻めは、さあ、ジリジリとした対戦、さあ、前捨て通して中盤ガード止め止めなし、大胆当たるガード、さあ、ダイヤシから VT 発動して、エンジン波動拳を打っていく、エンジン波動拳、さあ、しかし、ミカの後ろ投げを一個決めて、さあ、前に出るという、あー、コマ、吸って投げられて KO、さあ、1-1。さあ謎合気の竜がリーチですね、これで。さあ、さあ大パンから、さあリリーリリー突きで裏、そして投げる、これはきつい。さあピヨって、これは終わりでしょう。大パン、ああ死なない、これは僕。さあこれで 1-1 ですね。お互いセカンドキャラが、2つ目のキャラ出しますが、謎合気は合気です。これで両方竜やったら謎合気ないね。性能的には合気が高いけど、ミカも爆発力があるので正直どっちでもなワンチャン掴めば死にます。さあ、そして TB から一括ピーチ、画面端に投げる、投げる、 TB 蹴る、蹴る、投げる、ピヨル、さあ、ゴーキョケた、駒投げ2回取れ、それはポケモンすわ。スライディングは構成マイナスしてほしいんやけどな。さあ、さあダイパンのクラカン、序盤から竜巻、さあ、オープンは中盤、中盤、中盤、EX の、さあ、V スキルはスカールが、投げはグラップ、さあ、
なでしこはかずに終わってしまい、また G ショットが面中央、うまい、ドロップ見てからちゃんと落とす。さあファイナルラウンド1回戦からフルセット、いい試合ですね。さあ積成は、シーズン3からマイナー1、ガードマイナー1になったので暴れられますね。プラス1やったのが頭おかしかっただけです。ちょっとあんた内臓クロキラが、クロキラが PC の上に、なんということ中盤、中盤、さあ痛いぞこれ。さあ一気に、お、頭突きで落として、さあ、あ惜しい、出た、痛い、出るこれ。さあ壊しから、スマット、壊し、壊し、壊し、スマット、空対空、画面端だが攻撃も優勝候補1回戦で散るか。誰か電話鳴ってますよ。さあ V トレ発動合気、さあ2番で返していく、ガードされる、ダンク、ああ中和シャドウ、勝ったのは謎合気、謎合気勝った。あれってみんなやばい。あれこれ2回戦解説する人2人で俺でいいな、俺でいいな。タイガー先生しか、いやそこはやっぱり謎ゴーキ先生、謎ゴーキ先生解説それはまあ正門でも取らん限りは、正門でも、あのほら、じゃんけんしてほらキャラ順番とか、あ勝手で、でってことはキャラ あっちが後出しやな。まあないな、確かにそうやそうや。絶空だ。はいはい、先生実況、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 はい、実況、実況、画面見て分かることだけでも、何も喋っていません。
龍は弱体化ですね。いやデクーの勝ち。あれ今1-0。まさかサブキャラに負けないですよね。散々ね、なんだっけ、そのキャラ使ってきて、まさかモンターさんのサブキャラに負けないですよ。散々今は今までわからん殺ししてたよね。汗気で。サブキャラには負けられないと。カリンが取り返しましたね。しかしそこで出てくるのはシロウ君がこの世で一番嫌いなユリアン。
シロウ君のカリンはユリアンには無力や。ダメージが取れないのでは何にもならない。しかしタイム的にもうこれ無理なんでは。勝利とかだいたい最後キャンセルとかできるけど、できんのや。はい、じゃあ次は、早尾と純平くん、はい、まずじゃんけんして、1P2P 選択もしくはあのキャラアド出し券どっちか。はい、カリンの笑い声なんか大嫌いです。あれ、あ、違う、ってことはキャラ先決めて、うん、カリン、あれで笑ってるから、CA の後置き詰めできないけど、入ってる、温度が、あれダメでしょ、笑うな、カリン勝ってねえのに。最後のタク通して刺激決めた結果があれっすよ。だからお前の信用弱えんだよ。確実にカリンの信用は弱いと俺は知らせすぎる。竜巻を見せる、コンボを見せる、ローケン、さ
さあ、神崎を落とすが、さあ、ゴーキはもう体力ないと気づいたら、さすが神。さあ、インク作動から発動して、昇竜。さあ、お金始まるぞ。さあ、投げる。ラッキー。ランク、強いか。さあ、ボイスキルが当たって、これは死んでない？さあ、さあ、謎、あー、お、まだ死なない。あー、お互い下りすぎ。何これ、お互い C ちゃんと出してください。あ、あれ、鳥が吸えるんだ。なるほど。全然知らんかった。さあ次、純正バルログ。君対ぴょん吉さんをちょっと待ってください。両方とも単品じゃん。意味がねえ。意味がねえ。さあ、龍かける2バーサス、ゴーキかける2の男の勝負が始まります。男の勝負と言いながら、キャラ性能はゴーキの方がだいぶ上ですが。
剣中足かけてくで落とす中パン中パンソフトソフト今作から、このバージョンからなんか前に出ノーマルマンだけ前に出る距離が大きくなったりとか流れになったりさあ大パンさあまずはエリアス合計1本取ってさあゲージを使ってしまったまあ殺せりゃそれでいいさあ赤の勝利を残していくジュリなんか入れたのがあるね結局誰使いたいんですからまあジュリは正直に難そうさあ、飛びバーンさせて加藤健さあ、飛びをお互いしっかり落とすさあ、後ろ投げ加藤健このバージョンから投げの大体のキャラの投げのリターンが増えたんで一体捨てないするには加藤健さあ、100スピー中足、波動さあ、台形が刺さる痛いぞあーなんか変なあった、なんか変な、何が起こったよくわからんけど、VT さあ投げるさあ中盤中盤、波動拳あーさあ適性を取ってさあ俺は死ぬ死なないさああるあるあるはいバレバレだった、今のアテミとりあえずこう、足雷神に変えていきます。風の投げれるミレイが勝ってしまったさあ出る勝利出るさすがあーっと当たったけど水気なしで出たーユーク昇竜クラッツのシーンさあ昇竜からあー死んださあ勝ったのはイエスさんこの大会初勝利次じゃあ、今の勝者の人とシードのタイガーさんはい、ということで次のシードエリアさんパスタイガーおーっと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 はいはいはい、大丈夫かな大丈夫大丈夫あ、なんか飛んでったあー、マイク
なんか飛んでった。失礼しました。まあまあまあ大丈夫やろ、大丈夫やろ、大丈夫やろ。大変失礼しました。はい、失礼しまし しました。ごめんなさい。タイガーガイル VS エイアスゴーキ。近づいて投げはグラップ、さあ積成はガード、さあソニック竜巻を避ける。あーっと、しかし間に合わない無制。さあトリガー発動を、ソバットが痛い。さあソニックを踏んでいく。さあ EX100K で、めちゃめちゃ人たくさんおるのにお前らよく来るな。さあガエルが発動。さあ歩いたところに誘ってしまう。ソニック、ソニック、さあ最初しっかり、はいはい、ソニック、飛びやすくて、さあ大パンがクラカン。ソバット。ソニック。さあサマソルヒットロス。さあ、すら強い。さあ、セキセガードして。さあ、おさあ、め、しかし、どうもサーバーが溜まっていなかった。投げる。さあ、もう残りとっと。とっとっていうか、もしか。さあ、ゴーキ厳しい。EX で近づく。投げる。さあ、1回。さあ、大パンカード。どうけん。あーと前捨てしたところにソバッタが刺さる。後ろ投げ、さあ画面端投げはグラップ、オーケーの飛ばれているがガードが間に合う。さあザンクはの外相打ち。あーっと V トリが取ろうとしたがダメだった。 V トリがリップスキルで、ソニック、ソニック、さあザンクリップ。EX やっけ、投げる。しかし一歩の先切り返す。どうしたお前。シュワシュワシャドウ剣投げ、グラップ中ファン。さあタイガーガイル硬い。おっと中竜巻で抜けていく。積成うまい。さあ置き攻め、画面端、地獄の画面端、前ジャンプ抜けてしまう。さあ100キロしっかりと落とす。さあ飛びが刺さって、よし勝利で切り返す。さあトリガー発動、
北限沿っていく灼熱。さあ昇竜拳死ぬまだ死なない。さあ起き攻め EX 様、そうしっかりガードさあマスをしっかり落とす。中盤中盤しっかり左盤でしっかり落として後ろ手前投げソバット中盤ソニック中盤ソバット中盤投げ。さあ歩いていたら中足が刺さってトリガーから画面端交代。さあ玉抜け CA 当たる。さすがテイガーさん。さあというわけで勝者タイガーさんです。じゃあ、またウィナーズ続けていくから、はい、ウィナーズ次は、はい、謎ゴーキさん VS メンタナズタンさん、はい、謎動きの竜 VS はい、キャラは何かな。どうやって言ったらいいな、まあ、確定してからいいか。この乗り合いではえ？これで2キャラ式じゃなくて今回はそうキャラ後出し券が一応じゃんけんに入ったから。さあリュウゼク、はい、リュウゼク、リュウゼク、隣ではブロッキングを覚えた高校生という暴言が飛んでおりますが、さあ始まりました。ゼクは若ゼクに変わってさあ中点グ取ってスライディングパンチ中パン中パン大パン中パン中パン結構強いかもしれないこいつ。さあ中点グルーしかし後ろに画面は交代。マイクの接続が悪いな。なんか今作結構強くなったって噂もありますが、で最下位のランクは抜けたって言いますけど、なんかバルロウェイは強いっていう。さあちなみに本作から、ジジイの時に必殺技を当てるとそのまま変身にキャンセルできます。なんでまあコンボ中に若い方に変わって、両方関与でも可能です。さあ中段から攻めていく。さあしっかり止めていく。さあ、かかとから大ケージャー、さあ前陣、後陣、ライコーか、ライコー、ライコー、トランプはガードして、クパンで追い。ファイナルウェア。最後はスカル大パンからスライディング
対空が潰される対空やったんかいですよね、じゃないやろ、まあ、多分コンビスなんだろレクの投げのボスさあはあれもう本当に終わっとる。ゼクの鳥がダッシュ何回かしたらすぐ消えるんだね。1回瞬間したら移動したら終わり早すぎでしょ終わんのさあ、勝ったのは謎動きの竜モンタナユリアン。中段中足さあ上半たまにできて鳥が発動中パンさあ鳥が刺さって痛い画面端さあコマンス前陣さあいい読みだったがさあリセット昇竜拳まあ、またやけど、はい、タイガー対早尾で、はい、続きまして、はい、早尾さん VS タイガーさんです。はい、まあ、また頑張って豪気で豪気で煮立てしてくださいみたいな忘れとったって自分で選んだキャラじゃないですか。キレトレも補充してきました。ワイルナッシュ、これどっちユニアンすか。まあですよね、ワイルナッシュですね。ユリいや、ロケ呼んでユリじゃないですか6-4はガンと言わんか。
か。タイガーさんよく64ガイルユージを見合わせ。スパイソニック、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 ソニック。まあガイルなしでソニックの打ち合いですよな、それは。ソニック。さあムーンサルトからコンボ入れていく。ソニック、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 ソニック。ザーッと起き上がったところで投げられる。さあ、リバスからさあ、おとりが発動。しかし画面反対にいるなし。さあ、ソニ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 。さあ、カカカカカカ動いている。しかし、今、少し投げられる。飛びが刺さって、KO。ソニック、ソニック、ソニック、ソニック。さあ、パルトが育って、イケシー。さあ、膝、膝。膝。さあ、スーパーソニック、ソニックだから。さあ、マッソン。さあ、V トリガーで端方が進むが、コパンで止められ。さあ、まだ死なない。ソニック、ソニック。投げる。しかし、シューザーのチューパーで止める KO。 魂の再生が止められました。さあ、ゴーキー。さあ、上の画面端々に投げる。さあ、投げよう、グラップ。しかし、飛び落とせず、バーッと投げしか枯れず。さあ、ザンク。さあ、ピオール、後ろ投げ。ウルサワソン。さあ、行き先で仲間を投げる、ザイフティケ。投げられる。さあ、ソニック崖は止める。ソニック、さあ、マッソソニック、あれっていうかナイスエッジで殴ってる。さあ、飛びが刺さる。しかし、なんだ今のは。さあ、ゴーキの手が発動。しかし、何か刺さればガイルにもゲージがあるので死ぬぞ。ペンダペンダと言っております。さあ、EX。 出た、中断。てか、タイガーさん、これが1なんすね。ハハハハ。さあ、ラスト、ゴーキキャミ。このバージョンを代表するのに2キャミですね。さ
はい、僕が最強の2キャラと言われるこの2キャラです。メナとはスパイスイドフィーターじゃない。かわいいダルシー。いや、ダルシーまた全部使わないです。まあ、お互いだけ投げていく。キャミーは通常投げ特に、強化来なかったんですよね。さあ、距離がスカル画面端。さあ、レパンがトリガー入る。アロー。あーっと、醤油デジコンで置き攻め。さあ、投げる。お互いトリガー残っている。さあ強化アロー、じゃあストライクは避けられて勝利まで。さああるのか。さあ EX ストライクから行きたいぞ。セファン勝利ファンからトリガー始まって画面端投げジャンク勝利はスカルクラカンコンボトリガー発動して減らないぞこれ。さあ、トップハンで暴れる。さあ、エキセクロンだけ、ほんと強い。さあ、相手のストライクから、さあ、投げやすかる。エクサロー。天魔豪ダンク。波動拳、波動拳。小刻みに回復を仕込みながら様子を見ている。タイガキャビダンクで飛ぶが、さあ中盤が刺さる。ミックス勝利切り返す。さあ中足振っていく。しかし膝で返される。中盤大パントリガー。さあトリガーを V スキル返していく。あーこれは死んだ。たくさい死んでない。なんかあーいい奇跡投げ。奇跡投げやった。勝者早尾さん。タイガーさん崩れる。早尾勝った初めてじゃねえの。っていうか早尾タイガーで早尾勝った初めてじゃない多分大会で。まあそうやな多分。あそうか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 。じゃあ次謎号機対早尾。謎の号機 vs 早尾さん。どっちが最強の号機か決まる。すごいすごい。さっさっさ。七月で負けたのはイーリアス。負けたのはタイガー。
最後間違えたのか。さあ、まだ合計なし全勝戦。ソニー、チュアシ。まさに負けたとこシードになるな。投げる。ソニー、ソニー、ソニー。ナイス、フラッシュ後ろ投げ、ソニックダイヤスタブリ発動ダイヤさあ、投げられる今、ウィナーズ決勝さあ、さっきから龍の、グラップ狩りが全部使っている大K、ソニック、ソニック、ソニックさあ、勝利拳で落とす、中盤、中盤、中盤さあ、小技ぶちねじ込み、知恵までまだ死なないはずV トリから V スキルからの V トリ流線なら任しとけと言わんばかりですな。さあ謎号機は号機が出てきますね。なんかすげえ楽そうやなキャミーとかと全然違うわこれしかし豪気が出てくる。割り込む。ひでえ。さあ裏切りマスカル。さあ後ろ投げ。ソニック。さあ、ダッシュはハメかよ、これで言っております。早尾さんがそれ言います？Thank you.
体形をガード。さあ、ドリアさん死んだ。さあ、ボーキのキャラです。あ、充電？どこですか？大丈夫？ちょっと待って、電力足らんのじゃないかな、 PC からのやつじゃ。何だっけ、ちょっと待って、持ってくる。ライオンカリが謎動き、ノスタルジックが早動き。再現100機で進んでいくわ。さあ、V スキル、波動剣、中和シャドウ、大パン、昇竜剣。うわー、しっかりと V スキル取っていく。強いな。コンセントから刺せば。多分これ刺せば大丈夫。大丈夫だ。はいはい。でとかここら辺も。はい、よし、お願いしますよ。